エクセターはアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ロッキンガム郡の町である。2010年国勢調査では人口14,306人だった。1997年までロッキンガム郡の郡庁所在地だったが、その後隣接するブレントウッド町に郡庁舎が移された。町内には私立大学準備校のフィリップスエクセターアカデミーがある。エクセター側が 潮汐のあるスカムスコット川に注ぐ場所に町がある。町の都心部には2010年国勢調査で9242人が住んでおり、この部分はアメリカが州国国勢調査局によって国勢調査指定地域に指定されている。ギルマンガリソン帝1906年エクセターとなった地域はかつてペナクック族インディアンの士族であるスカムスコット族の領土であり、 エクセター川が、潮汐のあるスカムスコット川に注ぐ場所にある滝周辺で漁を行っていた。その滝の周辺にエクセターの町が発展することになった。1638年4月3日、ジョン・ウィールライト牧師たちが、インディアンの州長、ビァノ・ノイットから土地を購入した。ウィールライトは、義枚のアン・ハッチンソンの反体制的宗教観を共有したことで、 ピューリタンが支配するマサチューセッツ湾植民地から追放されていた。ウィールライトは町を作るために175人を連れて来て町名をイングランドのデボン州エクセターから取った。当初の地方政府はマサチューセッツの政府と結ばれていたが1679年にニューハンプシャーが別の植民地になってそれに属するようになり1769年から 軍という行政単位も導入された。エクセターはこの地域では最初にできた4つの町の一つであり、ニューマーケット、ニューフィールズ、ブレントウッド、エッピング、フレモントの町を含んでいた。1639年7月4日、エクセターの自由人35人が、ビールライトの書いた調整符を作るための文書で、あ、エクセター同盟に署名した。開拓者は、資料、農作、 女老を行っていた。他に牛や豚を飼う者もおれば屋根板や樽板を作る者もいた。下段の滝にある島の東側にトマス・ウィルソンが最初の製粉所を開いた。この製粉所はエクセター入植の最初のシーズンに開設され、トマスが死んだ1643年にはその息子のハンフリーが製粉所を引き継いだ。エクセター初期の開拓者にはギルマン、フォルソム、 リーブとト各家などマッサチューセッツのヒンガムから来ているものがいた。1647年、エドワード・ギルマン・ジュニアが最初の製材所を設立し、1651年にはギルマンが木材、板材、マストの成長事業を遂行するために50トンのスループ船を持っていた。1653年、ギルマンは製材所のための装置を買うためにイングランドに渡航中に亡くなったが、 その家族が、製材業者、造船業者、商人、政治家として、著名な一家になった。アメリカ合衆国国定歴史建造物に指定される、ギルマン狩り村帝や、アメリカ独立博物館はどちらもギルマン家の家屋だった。ギルマン家は、フィリップス・エクセター・アカデミーが現在建っている土地も寄付しており、そのキャンパスでは、最古の部分である、当初の庭も含んでいる。 エクセターのギルマン家からは、アメリカ合衆国憲法に署名した、アメリカ合衆国建国の父、ニコラス・ギルマンが出たほか、ニューハンプシャー州には、知事、財務官、州会議員、裁判所判事を排出してきた。ニューハンプシャー州の人権宣言と、政府計画1779年6月のニューハンプシャー会議で採択されたギルマン家は、 ポーツマスを母港にする船を所有し、遠く西インド諸島まで貿易を始めた。それは危険性の高い事業だった。例えば1803年の航海では、ジョン・テイラー・ギルマン知事、オリバー・ピーボディ、ギルマン・リービット大佐他が所有する180トンのクリッパー船、オリバー・ピーボディが、ホレーショ・ネルソン提督の指揮するイギリス海軍のブリックから乗り込まれた。 ネルソンはフランスに対する海上封鎖を実行しており、船の船長スティーブン・ギルマンにグラス一杯のワインを提供し、積載貨物についてはスペインのドルで支払った。この航海はエクセターの待望ある商人がその貿易遠征でいかに遠くまで行っていたかを示している。エクセターがインディアンから最後に襲われたのは1723年8月であり、 1725年までにインディアンはこの地域から去っていた。1774年、植民地総督ジョン・ウェントワースが、ポーツマスの議事堂から集会を禁じた後で、反抗した植民地会議がエクセターの町役場で集会を始めた。1775年7月、植民地会議は、ポーツマスのイギリス側役人から、植民地の記録を押収し、エクセターに持ってきた。 このことでエクセターは、アメリカ独立戦争期のニューハンプシャーシュートとなり、コンコードにシュートが移されるまでの14年間続いた。1827年、エクセター製造会社が川そばに設立され、水力を使って、面繊維を製造した。その他、単靴、蔵、ハーネス、木材、箱、レンガ、四輪馬車、自転車が製造された。1836年、 エクセターでは最後のスクーナーが浸水した。1840年、ボストンメイン鉄道が街に入ってきた。元州知事のヒューグレックによれば、エクセターの共和党は1853年10月12日、スカムスコットホテルで、エーモス・タックなど奴隷制度廃止運動家による秘密の集会で生まれた。この集会でタックは、 共和党と呼ぶ新しい政党の結成を呼びかけた。1853年12月、ニューヨークトリビューンのホレス・グリーリーは、タックの集会を知った時に、共和党という名前が一番いいと思う。ジェファーソン主義者にもマディソン主義者にも道理が良く、それゆえに受け入れられやすいと述べていた。共和党で最初の大統領エイブラハムリンカーンは1860年にエクセターを訪れていた。 その息子であるロバート・トトリンカーンは1781年にジョン・フィリップス博士が設立した大学準備学校フィリップス・エクセター・アカデミーに入学した。町には1867年に設立されたロビンソン女子進学校もあり、それ以前は1826年に設立されたエクセター女子アカデミーと呼ばれていた。その目立つ 第二帝世期建築の校舎は1869年に完成したが1961年に消失した。1965年9月、ユージーン・バートランドとデイビッド・ハントというエクセターの二人の警官が地元のティーンエイジャーであるノーマン・マスカレロと共に近距離から明るい赤の UFO を目撃した。この件は全国紙でも取り上げられ、ジャーナリストのジョン・ジー・フラーが表した。 エクセター事件はベストセラーになった。この3人の目撃者に対し、空軍は彼らが観察した妙な物体を識別できなかったことを認め、UFO マニアからは記録に残る最大級に印象的な UFO 目撃団だと見られている。フィリップス協会、1911年エクセターには著名な建築家による建築物がかなり多く現存している。 エクセターの町の創立者家族の子孫であるアーサー・ギルマンは1855年の旧町役場を設計した。1894年建設の旧公共図書館は現在エクセター歴史協会が入っており、ボストンの会社ロッチティルデンが設計した。同社で訓練を受けたラルフ・アダムズ・クラムは1897年建設のフィリップス協会と 1911年建設のタック高校を設計した。クラムが作った会社、クラムファーガソンは1908年から1950年までフィリップスエクセターアカデミーの全体を設計した。最近では1971年に建設されたアカデミー図書館がルイス・アイカーンの設計だった。エクセター生まれの彫刻家、ダニエル・チェスター・フレンチが1922年に 町の戦争記念碑を制作した。フレンチは、ワシントン DC のリンカーン記念堂にある、エイブラハム・リンカーンの像を制作したことで著名である。1916年に、エクセターの町広場にある、スワシー・パビリオンを設計したヘンリー・ベーコンが、リンカーン記念館を設計した。町内の著名なものとして、スワシー・パークウェイがある。これは、 スカムスコット川沿いの桟橋と倉庫に変わったものである。またウォーター通りに1915年に建設された、いオか、劇場もある。この劇場は、エクセターのハンジで住人だったエドワード・メイヤーが建設した。メイヤーがこの劇場で最初に行ったのは、D.W. グリフィスの映画、国民の創生の上映だった。この劇場の奇妙な名前は、ボーイスカウト運動に、 熱心な若い女性の提案だった。イオカは、インディアンの言葉で運動場を意味している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は20.0平方マイルであり、このうち陸地19.6平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は1.85%である。町内をエクセター側が流れ、スカムスコット側に注いでいる。 町内最高地点は、標高250フィートのグレートヒルであり、町の南西宮に位置している。エクセターは、ピスカタカ川の流域に全体が入っている。町の中心部は、国勢調査指定地域になっており、総面積は4.5平方マイルであり、このうち、陸地4.4平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は3.74%である。 エクセター高校以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は国勢調査指定地域になっているエクセター中心部について2010年の国勢調査による人口統計データである。エクセター駅、アムトラックのエクセター駅はリンカーンストリート60にある。ブランズウィックとボストン間の中高中距離列車。 ダウンイースター号が1日午後往復停車する。ニューハンプシャー州道101号線の出口が町内に4カ所ある。また、週刊高速道路95号線は町の東約5マイルにある。州道27号線、道85号線、道108号線、道111号線が町の中心で交差し、州道88号線は町の東部を通っている。 1990年、武器製造のシグラムズがエクセターに移ってきた。2000年10月にマイケル・ルークとトマス・オートマイヤーに買収された時に、社名をシグサウアー・インクに変更した。今日のシグサウアーは、世界でも最大級の武器製造会社になっている。アメリカ合衆国でも、成長速度の高い武器製造会社であり、2005年以降で、 売上高を50%近く増加させた。近年では労働力を3倍にし、最新鋭の製造設備と装置2800万ドルを投資した。シグサウアーによれば、アメリカ合衆国の警官の3分の1はシグサウアーの武器を使っている。ありがとうございます。